が、ゆっくりと時代に取り残されつつあるという、そのなんていうか手触りっていうのはありありと思っております。はい、若い方が話している流行りとかヒット作品、それからテレビ番組に登場する人気者、うもうほとんどわかりません。はい。もう、人に聞いてばっかりですね。私もそういう感じです。あ、そうですか。<laughs> 全然わかんなくなっちゃって。それから、行っちゃった方がいいのかな。 最近のテレビドラマ。はい。テレビドラマのタイトル見ても内容が思い浮かばないんです。うん、どれって言うと失礼だから言いませんが、<ー>タイトル見てもわからないんですよ。はい。タイトルでわかるようじゃダメなのかな、うん、しかもニュースを聞,聞いておりましても、そう笑っていいのっていう。えそのニュースを笑っていいのっていう。うん、笑いながら、 あの、ニュース番組とかニュースバラエティの人が扱うんですね、話題。はい、話題として。はい、例えばね、これもうずいぶん前のことなんですが、8月3日なんです。まあ、そこからね、はい、ちょっと本読み出したんで勘弁してくださいね。ズレがあるのはね、実差があるのは。8月3日のこと、香港伝、中国香港からの伝で、こんな事件があったの覚えてない、人工知能 AI の対話プログラムサービス。 中国における大ヒット対話プログラムサービス AI と話ができるというエンセントという会社がありましてそこの AI 人工知能に向かって誰かが愛国者の方でしょうね共産党万歳とすると AI 人工知能ですよ対話ができるその人工知能が腐敗と無能の政治に君は万歳できるのか って答えたんですかと答えた。あれ知らないこれ。私、それ初めて聞きました。本当これ笑い話で結構。ああで、中国人の夢とは何か、うん、習近平さんは一帯一路とおっしゃってますね。党、はい、大会でそうおっしゃいましたが、はい、そのエンセントというところが持っている人工知能は、中国人の夢とは何かと聞くと、米国への移住。えと答えた。 AI が ?AI が。AI がそれはどういうプログラミングでそうなってるんだろう。すごいですね。うん、俺わからないんだ。はあ、うん。それで、えー、AI に対して、はあえー、中国の人が、中国共産党どう思うって聞くと、AI が、たった一言、嫌いって答えたっていう。はあ。 まあ、なんと言いますか。はい、それで、これはですね、すぐに北京政府が反応いたしまして、共産党が反応しまして、はい、すぐに沿線とサービス中止。うん、聞いちゃいけないっていうことになったという。まあ、そうでしょうね。それが香港伝で伝えられて、書き込みが増えて、うん、えて人工知能は、なんと、勇敢な反政府運動家だって、讃える書き込みが増えたというね。 これ知らない知らなかったです。これをジョークですあらゆるニュース番組がバラエティで伝えるんだけど、これ笑っていいのかねうんその人工知能 AI。それはあれなんでしょ今までの情、あのあれ、情報とか何とかが全部入ってるわけでしょまあそうですね。で、未来予測に使えるんでしょはい。そうすると、中国のエンセントっていう会社が持っている人工知能は、 もう中国共産党に絶望してるわけだ。うん、これ重大なことなんじゃないかな。この8月3日のことを、これ笑っていいのって思ってたら、NHK のバラエティ番組で日本の AI に日本国内の問題を尋ねるという趣向があったんですよ。はい この日本の AI、人工知能に対して NHK バラエティー班が日本の国内問題を問うた。はい。そうすると返ってくる答えが、これ AI が考えた言葉ですよ。あ、こ、答えですよ。いきますよ、カナさん。はい。老人たちの健康を守るための具体策を示してください。はい。それからその次の問題が、女性をか、女性の活躍を促すための具体策を教えてください。 これ、もう国会で論議されるような問題でしょ、えー、なんと AI は答えたと思う一番最初、老人たちの健康を守るための具体策を示せという問いに対して、人工知能は、総合病院をなくせって言ったっていう。えーっと、それは知らない、わからない。なんだろう。これ人間があの考えるしかないんだよ。えー、とにかく AI はそう結論づけたわけ。ほう 二つ目の問題。女性の活躍を促すための具体策を示せと言ったことに対して、AI は何と答えたか。モーテルと連れ込み旅館を増やせ。えっと、なんかこれ理由があるんですよね。理由があるんだけども、ね、それは AI が考えて答えたわけだから、辿ることはできないわけ。 うん、AI は今まで詰め込まれた全ての情報を加味し未来予測をしてるわけです。はい。そしてもう一つすごい気になるでしょはい。少子化対策について教えてください。これ聞きたいでしょはい。AI 何と答えたか不思議な答え。自家用車の保有率を上げなさい。なんだろうこれを人間が今考えなければならないんですね。はい。しかし、 ドキッとしませんかはい。この AI の答えっていうのを明日からいじってみようかなと。はい。老人の健康を守るための具体策、総合病院を潰せ。で、NHK バラエティー班はなんと驚くなかで、総合病院が完璧に潰れたある街を発見し、老人が健康かどうかを逆調査したんです。うん、するとなんと <laughs> これは明日の続きということでございますね。<laughs> 皆さん申し訳ない。<laughs> おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷カ奈です。AI、人工知能、それがいかに世界全体をリードしてるかという話でございますが、だってカ奈さん、もう勝てないんだよ。将棋とか碁とか AI に。そ,ね、そんな時代になっちゃったんだよ。はい。はい、で、 昨日面白いなと思って中途でやめてしまったのは老人の健康について健康な老人を増やすために具体的に何をすればいいですかの問いに AI は総合病院をなくせって言った。はい、で、本当にその具体例があったんで、また NHK もよく頑張ってましたしな。そういう街を見つけたんです。はい、最近総合病院が全部潰れちゃったって街があるんですよ。 よくありましたね、そんな街がね。夕張り。あ、そうなんですか。市の財政が破綻したんで、<ー>俺が黄色いハンカチ見た街ですけど、<ー>本当にね、シャッター商店街でね、もう映画やった頃とは全然違うんです。今必死になって市の人がね、建、うん、て直しやってらっしゃいますが、人口は流出し、産業はなかなか起きず、頑張ってらっしゃいますけどね。はい。ほんで、老人の人口が増えているんですよ。だから、 いわゆる高齢者の町なんですね。で、総合病院がないんですな。ないんですね。健康状態は、うん、驚かないで。いやー。<laughs> っするだろう。元気なのよ。あ、そうですか。他の町に比べても、<laughs> 夕張りのご老人方って、す<ー>っごく元気なのよ。へえ、なんでですか <laughs> あのね、はい、病院がないんでね、皆さんものすごく自覚してらっしゃるんだ。 自分たちで自分たちの健康を守ろうつんで、老人たちのグループが結束が固いんだって。だから、ものすごい勢いで、その、都市に見られる、街<ー>に見られる、集落に見られる老人の病っていうのが激減してるんだって。で、夕張のおじいちゃんたちに聞くと、しょうがねえじゃねえかよとかっておっしゃるんだけど、<laughs> 皆さんものすごくお元気なんです。 へ味方ですよね、90歳ぐらいで雪下ろしやってらっしゃる姿見ると、胸が痛むほど悲惨に見えるかもしれないけども、健康度は上がってるんだって、はい、こうやって考えると、AI が言ってることは当たってるわけですな。はい、私もあのスマートフォンっていうのを持っておりまして、はい、あれ、AI の結晶なんでしょまあそう。ですね でやっぱ、りすごいなと思うのは、日本語で四千字まで書き込んで、その文章を、その、スマートフォンに命令すると、英語、中国語、韓国語に一瞬でやっつる。ええ。すっごいですね、あれ。はい。まあ、たまにちょっと違った役になったりもしますけれども、そうなの。ええ、そうなの。こいつバカかと思うときあるんだよね、あの、<laughs> ね、スマートフォン。ええ。<laughs> あります。 俺、あの、この間、ちょっと話したよね。世田谷の、あの、大通り歩いてたら、朝散歩してたら、狸と会ったんだよね。あ、はい。ばったり、あの、狸と会ったって書いて、それを日記に英語で書こうと思って打ち込んだら、えーはい、妙な英単語が出てきて、はい。あの、I suddenly met たカンニングパーソンって出て。カンニングパーソン狸。 え、どういうことどういうことカンニングパーソンうん。カンニングカンニングパーソン。俺も最初、なんだと思ったのよえ。どういうこと俺、ちょっとコマーシャルで、あの、レッドフォックスグリーンなんとかっつうんで、はい、タヌキっていう単語はちょっと覚えてたのよ。はい。カンニングって言わねえぞっ,つって言ったよ、タヌキなら。ええ。なんだと思うそのスマートフォンの。タヌキ。ずるいやつ。ああ、カンニング。<わ>そ,うそうか、そうか。私はずるいやつにああ、私はタヌキにあったっていうのを、 日本語を社会における、その、スラングで、はい、ずるいやつのことを、はい、タヌキって言うんで、はい、そう思ったらしいスマートフォンは、それをカンニングパーソンと訳したんだよ。ある意味頭いいですけどね。頭いいけど、<laughs> お前察しろよ <laughs> カンニング、ずるいやつか。ずるいやつ。<ー>うん、カンニングすつんだな。俺それで一個覚えたんだ。はい、カンニングか。うん。それにしてもすごいんですよね。<ー>その、ヤッホーやゴーグルね。<laughs> ここを開いて質問すれば、もう、グーグルと。とでもわかるし、<laughs> はい、世間話に関してはもうとにかく、芸能レポーターに聞く以上に、うん 流れ込んでくるわけでしょ文字として。情報は早いですよ。びっくりしますね。はい、松井和代さんはい。気になる人物だったんで、松井和代って、その頃ちょっと遊んでたから、それで、あのー、ヤッホーを押したんですよ。はい。まあ、暴くね、人の過去をね。<laughs> まあ、そうですね。そんなことまで教えてくれなくていいよっていうところまで、教えてくれるんですね。とにかく、歴史小話に関しては、 このヤフーグーグルは g l e は、太郎さん以上に知ってますよね。うんだから、すごいなと、うん、AI は。はい。そんなことで、とりあえず私は AI、人工知能というものが気になり始めまして、本屋さんに行きまして手に入れた本が SB クリエイティブ出版が出している松本哲三さんでいいのかなこの人のお書きになりました。AI が神になる日。はい。この本を手に入れたわけでございます。さあ。 AI。果たして神になれるかどうか勉強していきたいと思います。この次また明日のまな板の上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。松本哲造さんのご本でございます。AI が神になる日。 いいから学んだことでございますね。はい、AI とは、ではまず何か。人工知能でありますけども、これ一体何の略かというと、アーティフィカルインテリジェンス。はい、人工知能。これの頭文字が AI でございますね。世界中あらゆるところから絶えざるデータを吸い上げまして、そのデータを蓄えて、一回入れたら忘れないわけですから、すごいですね。はい 膨大なビッグデータを持っておりまして、そして最近の AI はもう論理を操ります。ひらめき、意志、目的を持った戦略まで可能になりました、うん、人間の頭脳のすべてを代行、さらには拡大できる世界がもうすぐそこまで来ているっていう。うん、どうするね、カナさん。こんな時代になったら。 ちょっと怖い気もしますけ、ね、ど。ですよね。怖いよね。えーえー、で、人間を完璧に追い越して進化を遂げるっていうのが、10年後には、十年後ぐらいにって言ってたん我々の仕事も全部 AI が取って変わるみたいな,、ね、な,な,な言われてますからね。その人、全ての人間を追い越すっていうのを、テクノロジカル・シンギュラリティっていうんだって。はい、シンギュラリティ。ティ技術的得意点。 この得意点を通過すると世界が変わるという。AI 自身がより優れた AI を自ら育てていく。その改良が加速度的無限に近づきつつあり、人間の想像を超える AI が間もなく完成する。その一瞬を技術的得意点シ、シンギュラリティって言うんですって。はい、そこを通過すると世界は一変する。 その一辺は人間が今まで有史、歴史の中で体験した出来事をすべて追い越す。印刷機発明、産業革命等々の大変化以上の社会的変革がこの AI によって起きるという。でそれはもう想像ができないんですって、どこまで人間の社会が衝撃を変化するかっていうのは。はい。 AI の進歩というのは、1、2、4、8。この倍進みならば、想像つくんですが、今、2乗のスピードで、AI は進化しつつあって、2、4、16、256、5年目では、6万、5536になるというような、スピードなんですって。はいはい、6年目では、42億になるという、ような、進化の仕方をしてると。こっちの方に書いてあるのは、 40年で完璧な AI が世界を支配するって完璧なもう人間がとにかく一切追いつけない天才が登場するらしいんですよ。はい。で、月曜日に申しましたけども、その AI が、中国の AI が中国共産党政府をあざ笑った。笑ってるわけですよ。うん、これはね、笑い話ありませんね。うん、今政治家が一番恐れてるのは、 AI に聞かれることじゃないですかね。えー、結論を出す可能性があるんです今の段階で。聞いてみたいですね。聞いてみたいだろう。う、えー、そのことで、社会全体が影響を受けると、これはなんか恐ろしいよね。ゾッとする AI が支配する世界って、もう来てるんですよね。だって、もうも半分おじいさんですから言いますけどね。はい、やっぱね、

一瞬にして見抜くっていう天才的に目のいい人たちが JR にいて学、学生さん学生さんっていうのがね、切れ <laughs> てる切れてるよとか言って言いながら、<laughs> はい、そんな時代は、うん十年前そこにあったんですよ。野口五郎の私鉄沿線とか、<laughs> もうね、歌がどんどん通用し、<laughs> そうですね。歌がね。<laughs> もうだって俺、容疑者に揺られてとかって、<laughs> 歌うんだけど、記者なんつっても知らないでしょ、皆さん。記者ね。観光地走ってるんですよ。俺らな、<laughs> 今夜の容疑者で旅だぞ。遠くで汽笛を聞きながら。なんて。もう、わかんないんですよ、その歌が。歌に出てくる文句が理解できない,い。銀行。うちの女房勤めてましたけど。あ、はい。銀行。 うちの女房座ってましたよ、窓口に。真っ赤な口紅で、例の、大手の銀行員の作業着着て、<laughs> <laughs> お金数えるのが上手でね、あの、うちはでも仰ぐようにして、う,ね、うちの母ちゃん今でもうまいっすよ。そうですか。<laughs> はい。いますか今、受付に。まあ、いらっしゃいますけれども、あの、お金ちょっと下ろしたり振り込んだりはもう AT M、ね、ATM で、ほら。やりますもんね。ほらこの事実はいかん、 とも動きがたきことでありまして、私も本当に驚きましたけども、もうその飛行機の切符だって、はい、昔はドキドキしながらどっか買いに行きましたよね、<laughs> 受付に。買わないんですよ。はい、飛行機、電車、駅、スーパーのレジ、電話局、製造、建設、工事、現場、そこで働いてた人々が全部消え失せたんです。そうなんです。確実に、 AI が世界を乗っ取ろうとしているわけでございますこの続きまた明日のお値の上でございますおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香菜です AI 人工知能について語っております、はい、デューク大学デビットソン博士によりますれば今小学校へ入学した児童が大学へ大学を卒業するその時 就職しようと思うでしょ、はい、その子がね。はい、え何年後かなえー、12歳でから。16年後ぐらい。16年後。十六、はい、16年後、就職を決意して、あの仕事に就きたいなと思った時今ある職種の65%が消えているそうです。仕事としてなくなっているそうで、はい、今ある仕事の65%は全部 AI がやるという。はい 子供の可能性は無限ですけども、可能性の方は無限ではなくなります。うん、松本氏は人間優位などはどこにもないと。人間が絶対いいんだっていうような確証はもうこれからの時代持てないだろうと、この本の著者、松本さんはおっしゃっております。例えば私の職業でございますが、作詞作曲等々も、もうこれ間違いなく AI が担うであろうと。 作詞作曲、うん、作詞もですか、うん、ヒット作品のす、のすべてのデータを取り込み、うん、ヒットの要素を探らせて、AI に頼ればメガヒットが狙えると。うん、得意点を超えたとき、AI の方が人間を簡単に抜けるのではないだろうかと。はい。だからやっぱり AI、人工知能は未来の神になりうる。 それも遠い未来ではない,ないと。十数年先にその神はこの世に降臨する。それは AI という名の神である。なんせ今まであった出来事、情報量をすべて知っているわけでありますから。うん、これはやっぱり神としか言いようがありません。ここは驚くべきことですよね。はい、宗教、政治、倫理の面から、正義や愛、憎悪の感情、知性、理性、 感情について人間と比較しても、AI は何一つ人間に負けるところがない。この間、あなたのラジオ番組で、はい。あの人が言ってたじゃない、はい、あのい、ラクダさんが。ラクダさんうん。ラクダさんじゃ、<の>ヤギさんか。ヤギさん、うん、どなたのこと言ってるんですか <laughs> 伊藤四郎。テてるみさんですかてるみさんが言ってたじゃん。ロバですね。あ、ロバさんだ。<laughs> 吉田てるみさんが言ってたんだけど、はい、びっくりしたね。俺、ちょうどこの本、3枚に下ろしてる途中だったから。はい。AI が、更新し始めたんだろ、AI 同士で。ああ、はい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 。人間の許可なく、あの国の AI とこの国の AI が、こっそり連絡取り合って、会話してるんですって。ーはい。AI 同士がね。AI 同士が。それで、ね、その二国間がどことは言えませんけど、全部壊したって。AI を。その AI を。 本当かどうかわかんないけど、えー、都市伝説っぽいところもあるんですが、AI というのが自立の思考体になるのではないだろうか。うん、そして、誰もが恐れてることですけども、これからの戦争も AI が支配するのではないかと。うん、兵隊さんというものが戦場から姿を消して、AI ロボットの戦いになるのではないだろうかと。と そういう意味で AI は神にもなるし、悪魔にもなり得ると、いうようなことをおっしゃっておりますね。映画の世界ですね。本当、はい、アーベバークみたいな、んあんなやっぱ人工知能ロボットみたいにできるんでしょうね。う AI 戦争。これが世界の戦争になるのではないかと。はい、実に陰湿な情報戦が今繰り広げられておりますけども、これも全部 AI ですね。 なんだかこの間も頭痛くなっちゃった。なんですかアウンサン・スーチーさんっていい人だろはい。なんか今、たくさんの人を苦しめているって言って、うん、アウンサン・スーチーさんってそんなにいい人じゃねえっていうニュースが流れて、はい、そのニュースに対して、アウンサン・スーチーさんがフェイクって、フェイクニュースって言ったっていう。はい、フェイクニュースって俺はなんか、あのトランプさんの 独占語だと思いましたけど、うん、アウンサンスーチーさんまでもが同じ言葉をというね、そんなことを考えると、このブラッカーで働いてるのがやっぱり AI らしいんですね。はい、AI が偽情報を流すことによって敵がどう出るかを読み切って揺らすというね。うん、もう人間に残されているのはほんのわずかな領域だけだということですね。で、その人間に残されたほんのわずかな領域というのはカナさん。 芸術と哲学なんです。<う> AI っていうのはいつも答えを持っておりますから、うん、答えを必要としないっていうものに対して AI っていうのはものすごく脆い一面もあるということでありますね。哲学においてはデータを大量に持っていることはあまり意味がありません。また超高速で解決する必要も全くありません。人は意味を求める。意味。 の意味は一体何かそれはおそらく、快、不快ということではないだろうかと。意味があるというのはとても気持ちのいいことで、意味がないということはなんか不愉快なことであると。これ誠に申し訳ありません。でも分かりやすいから、あえて芸能の話をちょっと使わせてもらおうかなと思って。はい、え、AI の苦手な側面、最近の芸能ではどんなことかというのは明日にしましょうか。はい、え、頑張りたいと思います。<laughs> お付き合いください。<laughs> おはようございます武田哲也ですおはよよううございいますすす水谷かなででくどいようですけど、はい、松井一代さんっていう方がすごい興味があって、はい、私がスマートフォンで松井一代さんとか弾いたんですよね、はい、恨み事を言う松井さんの顔があるでしょう、はい、あの顔とね映画で活躍なさっている松井さんの顔が出るんですけど、うん、同一人物とは思えないんですよおお 私ね、はい、AI も分からないんじゃないかと。うん、同じ人物だって。はい。AI も違うじゃないかなとかって。<laughs> 松井さんはあの、ちょっとお引きしたら、あの、日活の方でね、はい、活躍なさってたっていう、<え>あの、ロマンの方でね、はい、活躍な、そうなんかそういうデビューらしいんでありますけど、うん、その方とね、 あの、船越さんを呪ってらっしゃる顔が一致しないんですよ。あの若い頃の松井さんがこうなるっていうのは AI もわからなかったと思うんですよ。はい。でもね、かなさん。うん、こうなるんじゃないかってわかってた人がいるんですよ。誰ですか船越さんのお父さんです。あ<ー>結婚にものすごく反対なさって、えー、うまくいかないっておっしゃってたっていう。はい。そのことで松井さんはすごく怒られて、うん まあその、遺廃をあちこち持ってったりとかっていうような<ー>、だけど考えてみると、船越さんのお父さんは、うまくいかないって分かってたわけですからうーん、AI より優れてるわけですよね。<laughs> そうですね。だから、AI の欠点は何かというと、 日本に住んでいる女性全体の未来像は占えるんですよ。うん、モーテルを作ればいいんだとか、うん、そんなことは占えるけど、うんええ、松井和代さんに関しては分からなかった。そうですね。これが惜しい。<laughs> はい。全体はわかるんだけど、個人はほとんどわからないという。うーこれが AI のつまずきで。まあ、船越さんのためには AI は、 役に立たない機会だったという、息子さんの方ね、お父さんの方が、ちょっと当たっちゃったっていう。いや、それは AI よりも、親御さんの方が、やっぱり見る目はあるって私も、親の言ってることはあの時正しかったって思うこと非常に多いですから。はい、<laughs> やっぱり親はすごいなと思います。カ <laughs> ラさん。はい。なぜ分かったんだろうっていうことを考えましょうよ。 はあ、なぜお父さんはそれが見抜けたんだっていう。うん、そこが実は、かなさん、AI が最も苦手とする、いわゆる哲学なんじゃないかな。はい。哲学とは一体何、な、なんでやるか。世界とは何他人とは何自分はここになぜいるの根源に向かって問うということですね。はい、その根源への問いっていうのを、 AI はできないんですよ。問わないんですよ。<ー>物事問うということができないのが AI なんですね。はい、それから、あのー、ミワちゃん先生、小松宮さん。はい。あのー、真珠たちね、はい。絵を描く。あちょえ、絵を、絵を描く。ですねはい、あの、竜の絵を描く方ですね。はいはい、あ、生死が竜に見えるという、うん。あの、三和ちゃん先生の小松宮さんの世界を、は、AI は、理解できないんです。 うんあだから美和ちゃんの真珠あの獣とか見せると AI って苦しむんでしょうね<ー>そこが唯一 AI に勝てるのではないかなっていうふうに思ったりなんかするんですね、うんはい、AI はもうこれからますます間違いなくに、えー、人間の社会の中に入ってきます、えー、すさまじいのは翻訳システムとしての活躍の度合いだからバイリンガルとか意味がなくなっちゃう 教育システム。これにも AI が入ってくるでしょう。病院の医療なんかにも、中枢に AI が座るんでありましょう。だから、今までこう、世間を指導してきた人の姿っていうのは、ゆっくり姿を消していって、哲学、芸術、スポーツ、そういう、右の世界。そこに人間の生きるべき特筆があるんでしょうね。はい。あの、 今週この話で締めくくるのもどうかなと思うんですがあのサスペンスってすごく売れ,売れてるんですけど岩城和真さんかな「岩、はい、消滅の罠」っていうサスペンスの小説があったんですが、うんはい、本当にごめんね岩きさん後味悪いあ,れあお読みになったんですかもう白縛って読んだはい。 いやがんが消滅するっていうから前向きな話かなと思ってさ、はあ、元気が出るといいなと思ってがんで悩んでらっしゃる方がいればと思って読んだんだけど<え>気がめいっちゃってこれあっそうなんですか、うん、読んだえっ<あ>読んでないですこれはねなんかすごい評判だけどなんかものすごく悪魔的だよなへえ<ー>ちょっとあの気がめいったもんであえて、はい チャンスがある方は読んでみてください。私が気がめいた理由がわかると思います。はい、で、AI に関する、えー、松本さんのご本もそうです。松本さん、ごめんなさい。俺もボンクラだから、こうなんかどん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 気がめいってくるんだよな。おそうですか。あのこの本読んでてね、はい、ものすごい立派か中田がこの本のその推薦文を書いてらっしゃいましてですね。 慶応大学の教授の方とか、明治の理工の教授なんかが、松本さんの未来予測に関して、的中率は絶対に100%に近いはずだっていうね。でも松本さんごめんなさい。もう読み終わった後、両手を合わせて、あなたの予測が外れますようにって、未来にお祈りしちゃいました。うん、頭の悪い私としては、そうしか祈りようがなかったんですよ。はい。 勘弁してくださいね。でも、興味のある方は読んでください。もう一度だけ言っていきましょう。AI が神になる日。松本哲造さん、ソフトバンククリエイティブ出版、未来予測の本でございますですね。松本さんの本がショックだったもんで、ここから必死になってまた本屋を探して、はい、このぎ傷口を埋めたいと思って見つけた本があったんですよ。はい、できないのっていう本がありましてね。<laughs> これはいいっていう、できないのという、その本を来週から3枚におろしてみたいと思いますんで。どうぞお付き合いくださいませ。この次また来週のまな板の上で。そのことで松井さんはすごく怒られて、まあその、異廃をあちこち持ってったりとかっていうような、だけど考えてみると、船越さんのお父さんは、うまくいかないって分かってたわけですから、AI より優れてるわけですよね。そうですね。だから、 AI の欠点は何かというと、日本に住んでいる女性全体の未来像は占えるんですよ。うん、モーテルを作ればいいんだとか、うん、そんなことは占えるけど、ええ、松井和代さんに関しては分からなかった。そうですね。<laughs> これが惜しい。はい。全体は分かるんだけど、個人はほとんど分からないという。うこれが AI のつまずきで。うーん まあ船越さんのためには AI は役に立たない機会だったという息子さんの方ねお父さんの方がちょっと当たっちゃったっていういやそれは AI よりも親御さんの方がやっぱり見る目はあるって私も親の言ってることはあの時正しかったって思うこと非常に多いですから、はい、<laughs> やっぱり親はすごいなと思います金子 <laughs> さん、はい、なぜ分かったんだろうっていうことを考えましょうよ はあ、なぜお父さんはそれが見抜けたんだっていう。うん、そこが実は、かなさん、AI が最も苦手とする、いわゆる哲学なんじゃないかな。はい。哲学とは一体何、な、なんでやるか。世界とは何他人とは何自分はここになぜいるの根源に向かって問うということですね。はい。その根源への問いっていうのを、 AI はできないんですよ。問わないんですよ。<ー>物事問うということができないのが AI なんですね。はい、それから、あの、ミワちゃん先生、小松宮さん。はい。あのー、真珠たちね、はい。絵を描く。あちょえ、絵を、絵を描く。あの、竜の絵を描く方ですね。はい、あ、生死が竜に見えるというような。あの、美和ちゃん先生の小松宮さんの世界を、は、AI は、理解できないんですよ。 うんあだから美和ちゃんの真珠あの獣とか見せると AI って苦しむんでしょうね<ー>そこが唯一 AI に勝てるのではないかなっていうふうに思ったりなんかするんですね、うんはい、AI はもうこれからますます間違いなくに、えー、人間の社会の中に入ってきます、えー、すさまじいのは翻訳システムとしての活躍の度合いだからバイリンガルとか意味がなくなっちゃう うん、教育システム。これにも AI が入ってくるでしょう。病院の医療なんかにも、中枢に AI が座るんでありましょう。だから、今までこう、世間を指導してきた人の姿っていうのは、ゆ、のご本でございます。AI が神になる日から学んだことでございますね。はい、AI とは、では、まず何か。人工知能でありますけども、これ一体何の略かというと、アーティフィカルインテリジェンス。はい、人工知能。これの、 頭文字が AI ってことますね。世界中あらゆるところから絶えざるデータを吸い上げまして、そのデータを蓄えて、一回入れたら忘れないわけですから、うん、すごいですね。はい、膨大なビッグデータを持っておりまして、そして最近の AI はもう論理を操ります。ひらめき、意志。 目的を持った戦略まで可能になりました。うん、人間の頭脳のすべてを代行。さらには拡大できる世界がもうすぐそこまで来ているっていう。うん、どうするね、かなさん。こんな時代になったら。ちょっと怖い気もしますけど。ですよね。怖いよね。えーえー、で、人間を完璧に追い越して進化を遂げるっていうのが、 10年後には。10年後ぐらいに行っていた、ね、我々の仕事も全部 AI が取って変わるみたいな,、ね、な,な,な言われてますからね。その人、すべての人間を追い越すっていうのをテクノロジカルシンギュラリティって言うんだって。はい、シンギュラリティ。ティ技術的得意点。はあ、この得意点を通過すると世界が変わるという。はい、AI 自身がより優れた AI を自ら育てていく。その改良が加速度的無限に 近づきつつあり、人間の想像を超える AI が間もなく完成する。その一瞬を技術的特異点シ、シンギュラリティって言うんですって。はい、そこを通過すると世界は一変する。その一変は人間が今まで有志、歴史の中で体験した出来事を全て追い越す。 印刷機発明、産業革命等々の大変化以上の社会的変革がこの AI によって起きるという。で、それはもう想像ができないんですって、どこまで人間の社会が衝撃を変化するかっていうのは。はい、AI の進歩というのは、1、2、4、8。この倍進みならば想像つくんですが、今2乗のスピードで AI は進化しつつあって、2 4二6 2 5 6 5年目では65536、えー、になるというようなスピードなんですって。はいはい、6年目では42億になるというような進化の仕方をしてると。こっちの方に書いてあるのは、40年で完璧な AI が世界を支配する。えー なんでですかあのね、はい、病院がないんでね、皆さんものすごく自覚してらっしゃるんだ。<っ>自分たちで自分たちの健康を守ろうつんで、老人たちのグループが結束が固いんだって。<ー>だから、ものすごい勢いで、その、都市に見られる、街<ー>に見られる、集落に見られる老人の病っていうのが激減してるんだって。で<ー>、<え> 言うばりのおじいちゃんたちに聞くと、しょうがねえじゃねえかよとかって <laughs> おっしゃるんだけど、<laughs> 皆さんものすごくお元気なんです。へえ。ー。味方ですよね。90歳ぐらいで雪下ろしやってらっしゃる姿見ると、胸が痛むほど悲惨に見えるかもしれないけども、健康度は上がってるんだって。はい。こうやって考えると、AI が言ってることは当たってるわけですな。はい。私も、 あの、スマートフォンっていうのを持っておりまして。はい、あれ AI の結晶なんでしょまあそうですね。ね、えー、<laughs> うん。で、やっぱすごいなと思うのは、日本語で4000字まで書き込んで、うん、その文章を、その、スマートフォンに命令すると、英語、中国語、韓国語に一瞬でやってる。ええー。すっごいですね、あれ。はい。 まあ、たまにちょっと違った役になったりもしますけれども。そうなの。こいつバカかと思うときあるんだよね、あの。<laughs> ね、スマートフォン。えー、<laughs> あります。俺、あの、この間ちょっと話したよね。世田谷の、あの、大通り歩いてたら、朝散歩してたら、狸と会ったんだよね。あ、はい。ばったり、あの、狸と会ったって書いて、それを日記に書く、英語で書こうと思って打ち込んだら、えーはい、妙な英単語が出てきて、はい あの、アイサドンリー l y m た、え、カンニングパーソンって出て。カンニングパーソンタヌキ。<狸>え、どういうことどういうことカンニングパーソンうん。カンニングカンニングパーソン。俺も最初、なんだと思ったのよ。えどういうこと俺、ちょっとコマーシャルで、あの、レッドフォックスグリーンなんとかっつんで、タヌキっていう単語はちょっと覚えてたのよ。はい。カンニングって言わねえぞっ,つって言った、ぬき君なの、えー。ええー。なんだと思うそのスマートフォンの。タヌキ。 ずるいやつ。ああ<ー>、<わ>カンニング、そうか、そうか。私はずるいやつにあ、あ私はタヌキにあったってのを<ー>日本語を社会における、その、スラングで、はい、ずるいやつのことを、はい、タヌキって言うんで、はい、そう思ったらしいスマートフォンは、それをカンニングパーソンと訳したんだよ。ある意味頭いいですけどね。<laughs> 頭いいけど、お前察しろよ。<laughs> カンニング、ずるいやつか。ずるいやつ<ー>、うん。カンニング、具体策を示せと言ったことに対して、AI は何と答えたか。モーテルと連れ込み旅館を増やせ。えっと、なんかこれ理由があるんですよね。理由があるんだけども、ね、それは AI が考えて答えたわけだから、うん、辿ることはできないわけ。 うん、AI は今まで詰め込まれた全ての情報を加味し未来予測をしてるわけです。はい。そしてもう一つすごい気になるでしょはい。少子化対策について教えてください。これ聞きたいでしょうはい。AI 何と答えたか不思議な答え。自家用車の保有率を上げなさい。なんだろうこれを人間が今考えなければならないんですね。はい。しかし、 ドキッとしませんかはい。この AI の答えっていうのを明日からいじってみようかなと。はい。老人の健康を守るための具体策、総合病院を潰せ。で、NHK バラエティー班はなんと驚くなかで、総合病院が完璧に潰れたある街を発見し、老人が健康かどうかを逆調査したんです。<ー>するとなんと <laughs> それは明日の続きということでございますね。<laughs> 皆さん、申し訳ない。<laughs> おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷カ奈です。AI、人工知能、それがいかに世界全体をリードしてるかという話でございますが、だってカ奈さん、もう勝てないんだよ。将棋とか碁とか AI に。そ,ね、そんな時代になっちゃったんだよ。はい。で、 昨日面白いなと思って中途でやめてしまったのは、老人の健康について健康な老人を増やすために具体的に何をすればいいですかの問いに AI は総合病院をなくせって言った、はい。で、本当にその具体例があったんで、また NHK もよく頑張ってましたな。そういう街を見つけたんです。はい、最近総合病院が全部潰れちゃったって街があるんですよ。 よくありましたね、そんな街がね。夕張り。あ、そうなんですか。市の財政が破綻したんで、<ー>俺が黄色いハンカチ見た街ですけど、<ー>本当にね、シャッター商店街でね、もう映画やった頃とは全然違うんです。今必死になって市の人がね、建<ー>て直しやってらっしゃいますが、人口は流出し、産業はなかなか起きず、頑張ってらっしゃいますけどね。ほん、はい、で、老人の人口が増えているんですよ。 だから、いわゆる高齢者の町なんですね。で、総合病院がないんですな。ないんですね。健康状態は、うん、驚かないで。いやー。ドキドキするだろう。<laughs> 元気だなのよ。そうですか。<laughs> 他の町に比べても、夕張りのご老人型って。<laughs> そしてもう一つ、すごい気になるでしょはい。少子化対策について教えてください。これ聞きたいでしょうはい。AI 何と答えたか。不思議な答え。 自家用車の保有率を上げなさい。なんだろうこれを人間が今考えなければならないんですね。はい、しかし、ドキッとしませんか、はい、この AI の答えっていうのを明日からいじってみようかなと。はい、老人の健康を守るための具体策、総合病院を潰せで NHK バラエティー班はなんと驚くなかで 総合病院が完璧に潰れたある町を発見し、老人が健康かどうかを逆調査したんです。す,ね、すると、なんとそれは明日の続きということでございますね。<laughs> 皆さん申し訳ない <laughs> おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。 AI, 人工知能。それがいかに世界全体をリードしてるかという話でございますが。だって、カナさん、もう勝てないんだよ。将棋とか語とか AI に。そ,そんな時代になっちゃったんだよ。はい。はい、で、昨日面白いなと思って中途でやめてしまったのは、老人の健康について健康な老人を増やすために具体的に何をすればいいですかの問いに AI は総合病院をなくせって言った。 で、本当にその具体例があったんで、また NHK もよく頑張ってましたしな。そういう街を見つけたんです。はい、最近総合病院が全部潰れちゃったって街があるんですよ。よくありましたね、そんな街がね。夕張り。あ、そうなんですか。市の財政が破綻したんで、<ー>俺が黄色いハンカチ見た街ですけど、<ー>本当にね、シャッター商店街でね、 もう映画やった頃とは全然違うんです。今必死になって死のう人がね、立て直しやってらっしゃいますが、人口は流出し、産業はなかなか起きず、頑張ってらっしゃいますけどね。はい。ほんで、老人の人口が増えているんですよ。だから、いわゆる高齢者の町なんですね。で、総合病院がないんですな。ないんですね。健康状態は、うん、驚かないで。いやー。力 <laughs> するだろう。元気なのよ。<laughs> あ、そうです。 他の町に比べても、夕張りのご老人方って、すっごく元気なのよ。<laughs> へえ。なんでですか <laughs> あのね、はい、病院がないんでね、皆さんものすごく自覚してらっしゃるんだ。<laughs> 自分たちで自分たちの健康を守ろうつんで、老人たちのグループが結束が固いんだって。だから、ものすごい勢いで、 その、都市に見られる、街に見られる、集落に見られる、老人の病っていうのが、結論づけたわけ。二つ目の問題。女性の活躍を促すための具体策を示せと言ったことに対して、AI は何と答えたか。モーテルと、連れ込み旅館を増やせ。 ええと、なんかこれ理由があるんですよね。理由があるんだけども、ね、それは AI が考えて答えたわけだから、うん、辿ることはできないわけ。うん、AI は今まで詰め込まれた全ての情報を加味し、未来予測をしてるわけです。はい。そしてもう一つ、すごい気になるでしょはい。少子化対策について教えてください。これ聞きたいでしょうはい。AI 何と答えたか。不思議な答え。 自家用車の保有率を上げなさい。なんだろうこれを人間が今考えなければならないんですね。はい、しかし、ドキッとしませんか、はい、この AI の答えっていうのを明日からいじってみようかなと。はい、老人の健康を守るための具体策、総合病院を潰せ。で、NHK バラエティー班はなんと驚く中で、 総合病院が完璧に潰れたある町を発見し、老人が健康かどうかを逆調査したんです。うん、すると、なんとそれは明日の続きということでございますね。<laughs> 皆さん、申し訳ない <laughs> おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷か奈です。 AI, 人工知能。それがいかに世界全体をリードしてるかという話でございますが。だって、カナさん、もう勝てないんだよ。将棋とか語とか AI に。<ー>そんな時代になっちゃったんだよ。はい。で、昨日面白いなと思って中途でやめてしまったのは、老人の健康について健康な老人を増やすために具体的に何をすればいいですかの問いに AI は総合病院をなくせって言った。 で、本当にその具体例があったんで、また NHK もよく頑張ってましたしな。そういう街を見つけたんです。はい、最近総合病院が全部潰れちゃったって街があるんですよ。よくありましたね、そんな街がね。夕張り。あ、そうなんですか。市の財政が破綻したんで、<ー>俺が黄色いハンカチ見た街ですけど、<ー>本当にね、シャッター商店街でね、 もう映画やった頃とは全然違うんです。今必死になって死のう人がね、うん、立て直しやってらっしゃいますが、人口は流出し、産業はなかなか起きず、頑張ってらっしゃいますけどね。はい。ほんで、老人の人口が増えているんですよ。だから、いわゆる高齢者の街なんですね。で、総合病院が。ないんですな。ないんですね。健康状態は。うん、驚かないで。いやー。びらきするだろう。う AI っていうのは、 ものすごく脆い一面もあるということでありますね。哲学においてはデータを大量に持っていることはあまり意味がありません。また、超高速で解決する必要も全くありません。人は意味を求める。意味の意味は一体何かそれはおそらく、快不快ということではないだろうかと。意味があるというのはとても気持ちのいいことで、意味がないということはなんか不愉快なことであると。 これ誠に申し訳ありませんでも分かりやすいからあえて芸能の話をちょっと使わしてもらおうかなと思って、はい、え AI の苦手な側面最近の芸能ではどんなことかというのは明日にしましょうかはい。えー、頑張りたいと思います <laughs> お付き合いください <laughs> おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなですくどいようですけどはい 松井和代さんっていう方がすごい興味があって、はい、私がスマートフォンで松井和代さんとか弾いたんですよね。はい、恨み事を言う松井さんの顔があるでしょう。はい、あの顔とね、映画で活躍なさっている松井さんの顔が出るんですけど、うん、同一人物とは思えないんですよ。<ー>私ね、はい、AI もわからないんじゃな,ないかと。うん 同じ人物だって。はい。AI も違うんじゃないかなと思って。<laughs> 松井さんはあの、ちょっとお引きしたら、あの、日活の方でね、活躍なさってたっていう、あの、ロマンの方でね、活躍な、はい、そのなんかそういうデビューらしいんでありますけど、その方とね、あの、船越さんを呪ってらっしゃる顔が一致しないんですよ。う あの若い頃の松井さんがこうなるっていうのは AI もわからなかったと思うんですよ。はい。でもね、かなさん。うん、こうなるんじゃないかって分かってた人がいるんですよ。誰ですか船越さんのお父さんです。あ<ー>結婚にものすごく反対なさって、えー、うまくいかないっておっしゃってたっていう。はい。そのことで松井さんはすごく怒られて、うん、まあその、異廃をあちこち持ってったりとかっていうような、あ だけど考えてみると、船越さんのお父さんは、うまくいかないって分かってたわけですから、AI より優れてるわけですよね。そうですね。だから、AI の欠点は何かというと、日本に住んでいる女性全体の未来像は占えるんですよ。モーテルを作ればいいんだとか、そんなことは占えるけど、松井和代さんに関しては分からなかった。 そうですね <laughs>。これが惜しい。はい。全体は武、ま、器になるでしょはい。少子化対策について教えてください。これ聞きたいでしょはい。AI 何と答えたか不思議な答え。自家用車の保有率を上げなさい。なんだろうこれを人間が今考えなければならないんですね。はい。しかし、ドキッとしませんかはい。この AI の答えっていうのを 明日からいじってみようかなと。はい。老人の健康を守るための具体策、総合病院を潰せ。で、NHK バラエティー班はなんと驚く中で、総合病院が完璧に潰れたある街を発見し、老人が健康かどうかを逆調査したんです。するとなんとそれは明日の続きということでございますね。<laughs> 皆さん申し訳ない。<laughs> おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷佳奈です。AI、人工知能、それがいかに世界全体をリードしてるかという話でございますが、だって佳奈さん、もう勝てないんだよ。将棋とか5とか AI に。そ,ね、そんな時代になっちゃったんだよ。はい。はい、で、 昨日面白いなと思って中途でやめてしまったのは、老人の健康について健康な老人を増やすために具体的に何をすればいいですかの問いに AI は総合病院をなくせって言った。はい、で、本当にその具体例があったんで、また NHK もよく頑張ってましたしな。そういう街を見つけたんです。はい、最近総合病院が全部潰れちゃったって街があるんですよ。 よくありましたね、そんな街がね。夕張り。あ、そうなんですか。市の財政が破綻したんで、<ー>俺が黄色いハンカチ見た街ですけど、<ー>本当にね、シャッター商店街でね、もう映画やった頃とは全然違うんです。今必死になって市の人がね、建て直しやってらっしゃいますが、人口は流出し、産業はなかなか起きず、頑張ってらっしゃいますけどね。はい。ほんで、老人の人口が増えているんですよ。だから、 いわゆる高齢者の町なんですね。で、総合病院がな,ないんですな。ないんですね。健康状態は、うん、驚かないで、ね。いやー。<laughs> ううするだろう。元気なのよ。あそうですか。<laughs> 他の町に比べても、夕張りのご老人方って、すっごく元気なのよ。へえ。なんでですかあのね、はい、病院がないんでね、皆さん、ものすごく自覚してらっしゃるんだ 自分たちで自分たちの健康を守ろうつんで、老人たちのグループが結束が固いんだって。だから、ものすごい勢いで、その、都市に見られる、街に見られる、集落に見られる老人の病っていうのが激減してるんだって。